一階になったカルダモンの種子カルダモンは、生姜科の小竹族,族とアモムム族の複数の植物の種子から作られる香辛料である。どちらの族もイギリス及びインドア大陸原産である。これらは小さな種子症によって識別される。鞘は断面が三角形、防水系であり、薄く髪のような外角と小さく黒色の種子を持つ。小竹族,族の鞘は、 薄緑色でより小さく、アモムム属の鞘は、より大きく暗褐色である。カルダモンに使われる、植物種は熱帯及び、アネッタイアジアの至るところに自生する。カルダモンへの最初の言及は、シュメールやインドのアーユルベーダ文献で見られる。今日、カルダモンは、グアテマラ、マレーシア、タンザニアといったその他の一部の国々でも、栽培されている。ドイツのコーヒー園経営者、 オスカー・マジュース・クロエファーが第二次世界大戦前にインドのカルダモンをグアテマラで栽培し始めた。2000年までにグアテマラはインドを抜いて世界最大のカルダモンの生産国、輸出国となった。カルダモンは世界で3番目に高価な香辛料であり、カルダモンよりも重量あたりの価格が高いのはバニラとサフランのみである。カルダモンには 変種や禁煙別種が多く、現在市場に流通しているカルダモンには、マイソール、マラバール、セイロンなどがある。そのため、原産地もインド、スリランカ、マレー半島と広範囲にわたる。最も古いスパイスの一つ、ユーカリおよび小脳系の香りに、かすかなレモンの香りが混じったような、爽やかで上品な香りがあり、スパイスの女王と呼ばれることがある。高貴な香りあるいは、 香りの王様とも形容される。エリテリアカーデマメムの種子は、小薬、小糖、アマメムビロシサムバリエーション。残ーズの種子の塊は、縮み砂として、日本薬局型に主催されている。英語のカーデメムという単語は、ラテン語のカーデマメムに由来し、これはギリシア語、カッパールファーローデルタミューオメガミューニューの、ラテン語化である。このギリシア語の単語は、 小障層を意味するカッパローデルタアルファミューニューとミューオメガミューニューの複合語である。小障層を意味する単語カッパローデルタアルファミューニューの最古の実際の用例が確認できる形はミケーネギリシャ語のカダミジェであり、千文字 B 音節文字でミケーネにあるスフィンクスの館の宮殿保存記録中で見出された香辛料錠剤の香味料の一覧中に書かれている。古代。 ギリシアや古代ローマでは、生姜科の香辛料のカーデママンもしくはアマメムと総称しており、実際にどの植物を指してそう呼んでいたか、諸説あり定かではない。これらのこの語源は古代アラビア語の辛い香辛料の風味を形容する母マーマであるとされている。紀元前2世紀頃にはすでにインドからヨーロッパに輸出されていたと思われるが、今日のカルダモンとして、 ヨーロッパの記録に現れるのは12世紀のことになる。現代の俗名、エリテリアは特定の地域の名称に由来する。五感、イーラムは、すべてのドラビダ語族で、実際の用例が確認される。すなわち、カンラダ語、イラキー、テルグ語、イエラクル、タミル語、エレイクイ、マライアーラム語エレイカである。二つ目の要素解は、種子、または果実を意味する。 マラバール地方は歴史的な貿易関係があり、卓越したカルダモン栽培地域であった。関連のある語根は、ヒンディー語エレチ、ベンガル語イラチ、シレット語エレイシー、パンジャーブ語エレチにも存在する。シンド語ではホタと呼ばれる。標準アフガンパシュト語ではヘルと呼ばれる。サンスクリット語ではエラ、またはエルカと呼ばれていた。マラーティー語ではベルキー。 または、ベルドだと、一般的に呼ばれている。スリランカでは、小族は、シンハラ語でイネイジルと呼ばれる。カルダモンには二つの主要な種類がある。二種類のカルダモンカッパーローデルタアルファミューミュー、ニューとミューオメガミューニューは、ギリシアの植物学の祖、テオプラストスによって、紀元前4世紀に異なるものと区別された。テオプラストスと、情報提供者は、 これらの品種はインドのみに起源があることを知っていた。グリーンカルダモンは、小族エリテゲやカーデマメムに由来し、インドからマレーシアに分布する。ホワイトカルダモンとしばしば呼ばれているのは、実際には、シャムカルダモンアマメムクラーバンチである。小族は、インド南部のマラバール海岸の標高500、500メートルの湿潤林に自生している。 他にもトラバンコール地方には2 0 0 3 0 0トルにわたって自生している地域もある。インド以外では、セイロン島、インドシナ半島にも自生している地域があり、いずれもタウで湿潤な木陰や水辺を好む。外見は足に似た多年草で、成長すると竹が2から3メートルとなる。葉は長さ50センチメートル、幅が5センチメートルほどで、規部が鞘状になっている。 地面の近くに薄緑の白に赤紫の入った花をつけ、成熟すると 88mm の卵型の実をつける。花皮はムミムシュウだが成長とともに黄緑色から褐色に変化する。皮の中には香りのいい黒っぽい種子が多数含まれている。マラバールカルタモンの商品栽培はインドのマドラス地域やセイロン島のキャンディ近辺、カンボジア、ラオス。 トンキンコーチで行われている。風の当たらない肥沃で湿潤な木陰に穴を掘り、根茎もしくは種子を埋める。2、3年で実をつけるようになり、5年後には安定して収穫ができるようになる。10、15年くらいの間が最盛期となり、インドでは20年ごと、セイロン島では40年ごとに植え替える。旗作以外にも、野生のカルダモンに手を入れ収穫する農家もある。ハサミを使って、 手摘みで収穫し、不正防止のため生のまま取引され、取引では型が揃っていて重さが重いものほど上質とされる。漂白処理の後乾燥させ市場に送られる。生の種を乾燥させると乾燥後は25-30%の重さとなる。ブラックカルダモンはアマメムスーバーラトムに由来し、東ヒマラヤ原産で大半は東、ネパール、シッキム州。 インドの西ベンガルシューダージリン地方の一部、南ブータンで栽培されている。どちらのカルダモンも料理と飲料の香味料、調味料として、そして医薬として使われる。小粒は香辛料、咀嚼剤として医学において使われる。また、タバコのように煙を吸うこともある。種子の乾燥品は香辛料として用いられ、ガラムマサラなどの混合香味料やカレー料理には、 欠かせないスパイスの一つとされる。その他に、ニンニクや肉料理の匂い消しや菓子、パンデピスの風味付けに用いられる。チャイの香り付けにも、クローブ、ジンジャー、シナモンと共に欠かせないスパイスである。また、中近東ではコーヒーに、カルダモンの精油や種子の粉末を加えた、カルダモンコーヒーが好まれている。これは、中近東ではカルダモンが、 コーヒーの害を取り除くと考えられたためでもある。また、カルダモンの摂取に、ストレス改善効果が認められることが報告されている。乾燥カルダモンと鞘を剥いたものスリランカの、香辛料店料理の香味料、香辛料としての使用に加えて、バングラデシュ、インド、ネパール、パキスタンでは、カルダモン茶が熱い飲料として飲まれている。カルダモンは強く、特有の味と、 非常に強い好ましい樹脂性の香りを持つ。ブラックカルダモンは明らかによりスモーキーな香りとミントに類似しているとも言われる爽やかさを持つ。グリーンカルダモンは重量あたりで最も高価な香辛料の一つであるが、香りをつけるにはほんの少量しか必要でない。鞘から取り出された、あるいは引いて粉にされた種子はすぐに香りを失ってしまうため、鞘の状態で保存するのが良い。 サヤと種子を一緒にすりつぶすと品質と価格の両方が低下する。ホールのカルダモンのサヤを必要とするレシピのためには、サヤ10個がカルダモン粉末小さじ112杯に相当すると一般的に受け入れられている。カルダモンはインド料理で一般的な食材である。北欧諸国、特にスウェーデン、ノルウェー、フィンランドではパン焼きに使われる。これらの国では、 スカンジナビアのユールブレッドユールカーケやスウェーデンの菓子パンカーディママバーラー、フィンランドの甘いパンプラといった伝統的なおやつにカルダモンが使われる。中東ではグリーンカルダモン粉末は甘い料理のためやコーヒーや茶の伝統的な香味料としても使われる。カルダモンはいい香りのする料理にも広く使われている。一部の中東諸国ではコーヒーとカルダモンが 木製すり鉢ミハバッチで粉末にされ、スキレットメイマスで一緒に加熱することで、40%のカルダモンを含む混合香辛料が作られる。アジアでは、特に南アジアにおいて、両方の種類のカルダモンが甘い料理やいい香りのする料理で広く使われる。どちらもインドとネパールのマサラやタイのカレーペーストといった混合スパイスに含まれることが多い。グリーンカルダモンは、 伝統的なインドの甘い食べ物やマサーラーチャイでしばしば使われる。どちらもバスマティベイやその他の料理の付け合わせとしてもしばしば使われる。種子自体を口に含んで噛んだりもする。これは巨大菓子製造会シャリグレーによって使われる。同社のエクリプスブリーズエキゾチックミントのパッケージは製品が最もきつい口臭を中和するためにカルダモンを含むと表示している。また、 カルダモンは、芳香組薬、ジン、ハーブティにも含まれる。朝鮮では、宿舎と草花が、醍五湯と呼ばれる、伝統茶で使われる。透明のガラスバイアル中の小属精油種子から抽出される精油の顔料は、貯蔵条件に強く依存するが、8%に達するかもしれない。精油中には、アルファテルピネオール45%、ミルセン27%、 リモネン8%、メントン6%、ベータ、フェランドレン3%、1、ハチシネオール2%、サビネン2%、ヘプタン2%が見出される。別の情報源では、1、ハチシネオール、アルファテルペニルアセターと、サビネン、リモネン、ボルネオールが含まれると報告されている。ジャワの丸いカルダモンでは、精油含量はより低く、精油は主に1、 ハチシネオールとベータピネンを含み、さらにアルファピネン、アルファテルピネオール、クムレンが見出された。21世紀初頭までにグアテマラが世界最大のカルダモン生産国となり、平均年間収量は2万5 0から2万9 0トンである。カルダモンは1914年にドイツのコーヒー園経営者、オスカー・マジュース・クロエファによってグアテマラに導入された。 それ以前の最大生産国であったインドは2000年以降は世界第2位であり、年間およそ1万5000トンを生産している。1980年代以降に主に中国からの増大した需要は中国、ラオス、ベトナムの限定的な地域の高所で生活する農家によって満たされてきた。ありがとうございます。